ジョン・シェルドン・ジョン・キーナン・ジョン・シェルドンは、イギリスの外科医、解剖学者である、ロンドンに生まれた。外科医組合の最初の教授、ヘンリー・ワトソンの弟子となり、トトナム・コート・ロードのワトソンの個人博物館で、解剖学を学び、後には教えた。1775年に、外科医組合から資格を得た後、ウィンドミル・ストリートのウィリアム・ハンターの外科の個人学校で教えた。 ゼネラルメディカルアサイラムの外科医を務め、1782年にロイヤルアカデミーの解剖学の教授となった。1784年に王立協会フェローに選ばれ、1786年にル・ウェストミンスター病院の外科医になるが2年でその職を辞した。1777年からグレートクイーンストリートで個人学校を開き、解剖学を教えた。 解剖学の個人学校を開いていた、ウィリアム・ヒュースギやマグヌス・ファルコナーが募スした後なので、有望な若手教師として評価された。シェルドンに学んだ学者には、トーマス・ベドーズやジョシュア・ブルックスがいる。チャールズ・トライを助手に雇った。この個人学校は、シェルドンがロンドンを去った後、ジョン・ハンターの弟子のジェームズ・ウィルソンが引き継いだ。1788年に、 毒を塗った森で簡単にクジラを捕獲する方法を発見したという妄想にとらわれ、それを試すためにクリーンランドへ旅立った。別の船で送り返されたが、その後、双極性障害と思われる症状に悩まされることになった。1797年にエクセターで下界をした。エクセターで没した。解剖学の分野では、ウィリアム・ハンターのアイデアを受けて、 解剖のための死体保存の方法や、リンパ系の研究をした。1784年の熱気球の失敗、チャールズ・フランシス・グレビルイギリス最初の気球による飛行の成功については、様々な試みが行われ、スコットランドにいたイタリア人、ヴィンチェンゾル・ナルディが1784年9月15日に飛行に成功し、 ジェームズ・タイトラーが1784年8月24日に飛行したとされるが、シェルダンも1784年8月16日と9月25日の2度、熱気球での飛行を試みた。2度とも気球に引火し失敗した。失敗して気球が燃える様子を描いた図は、当時の画家によって残されている。フランスの気球乗り、ジャンピエール・ブランシャールが資金を求めてイギリスに来たとき、 10月16日に同乗して飛行することになったが、科学危機器を積んだため、十分に上昇できなかったことから、ブランシャールが景気を放棄し、かいになり、シェルドンは気球を降ろされ、ブランシャールは一人で飛行を続けた。その後も、ジョン・ジェフリーズと王立協会か、気球実験の費用を得ようとしたが成功しなかった。この記事は、パブリックドメインの辞典本文を含む、D ・シドニー、 エド・シェルドン、ジョン、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、五十二、ロンドン、スミス、エルダー ＆Co。ありがとうございます。